はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。これまでに450冊以上の本をご紹介してきましたけれども、ジャンルや内容についてはチャンネルページに再生リストが作ってありますので、そちらからご覧いただければと思います。この動画の説明欄にもリンクが貼ってありますので、よろしければお使いください。で、今日ご紹介する本はこちらの嫌なやつほど仕事ができるというタイトルの本です。で、サブタイトルになぜルールに従わない人が成功するのかというふうに書いてありまして、まあ、内容としてはですね、有名人、例えばスティーブ・ジョブズであったりとかマーク・ザッカーバーグとか、まあ、そういった、人たちが、一般人とは違う行動を取りながら、成功を収めていると、このタイトルは嫌なやつというふうになってますけれども、優秀な人の特徴として、どういった傾向があるのかということを説明した本になります。で、この本の中では、反逆者というふうに書いてあるんですけれども、その反逆者、地位とか、権力に対して、同調しないような反逆者の性質っていうのが、5つありますということを紹介してまして、で、1つ目が新規性、新しく奇妙であることですね。で、2つ目が好奇心、で、3つ目が客観視、で、4つ目が多様性、で、5つ目が偽りのなさということで、これらの5つの特徴について、具体的なエピソードや有名人の、生涯なんかを紹介しながら、具体的に、こういう特徴が、そのユニークさとか、仕事ができるという内容につながっている、理論というかですね、考え方を説明しているというところです。で、例えばですね、その新規性という部分に関して面白いなと思った内容は、あるレストランのオーナーについて、話が書いてあるんですけれども、そのレストランではですね、従業員が出社するまで今日どの仕事をするのかっていうのが決まってないと。例えば、ホールをやるのか、キッチンをやるのか、もしくは接客 の、 レジ係の接客をするのかとか、いろんなポジションが厨房とかレストランではあると思うんですけれども、そのポジションがですね、出社するまでわからない状態になっていると。その日に行ったら決まると。で、そうすることによって、従業員が、自分の仕事だけに固執することなく、また毎日新規性を持ちながら、意欲的に仕事に取り組むことができるんですと。そういった仕組みを作ったレストランのオーナーについて、紹介されています。非常に面白いなと思いました。で、他にはですね、例えば、客観視というところだったかなですね。あと、ハドソン川の奇跡と言われている、ニューヨークからノースカロライナ州に向けて、飛び立った飛行機がですね、離陸直後に、バードストライクで、ハドソン川に不時着したと、そのイベント、その事故を取り上げていて、その時の、パイロットですね、チャーリー・スレンバーガーさんかなが、どういうふうに、その日々の自分の仕事を客観視して、自分に対して成長を課していたかと、そういった活動の、習慣の結果として、不時着はあったんだよっていうエピソードとかですね、面白いなというふうに思って読ませていただきました。で、ただちょっと全体の内容なんですけれども、こういったその嫌なやつほど仕事ができるとか、人に同調しないで個性を持つことが重要だっていう本は、特に最近日本でも、多くあると思います。で、そういうなんていうのかな、概要自体は、私自身もよく興味を持って読んでますし理解してるつもりなんですけれども、細かい格論について、もう少し細かく書いてあるといいかなと思いました。で、格論がですね、その結構こうちょっとこう飛びながら書かれてるので、全体にこうなんていうのかな、リズムがなくてですね、ちょっとこう何が言いたいのか、そしてそのストーリーの深みがどこにあるのかっていうところが、味わえないまま次の章に行ってしまったり、別の例に移ってしまったり、そういったような印象があったので、少し本の構成というかですね、読みやすさとしては少し読みにくいかなというところが、残念な本ではありました。で、ページ数も結構あるので、ちょっと人によっては気になるかなという気もします。はい、280ページぐらいですかね、内容ありますので、そのあたりをさっぴくと、個別のストーリー自体は面白かったかなというような内容でした。はい、ちょっとまとまりはないんですけれども、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方、いただけますと、活動の励みになります。ぜひよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。